皆さん、こんにちは。メディアウォーチャーの笠子と申します。映画、龍とそばかすの姫、なんと Amazon プライムでタダで見れるということで、えー、見ましたけれども、えー、早速ですね、まあ、ネ,タバリネタバレありの感想ということで、えー、解説をしていきたいと思います、えー。テーマはいいのに設定が残念すぎるということで、詳しく解説をしていきます。えー、ネタバレを含みますので、ネタバレ嫌な方は、あのー、 あのこれを見ずにですね、先に映画を見られてから見ていただいた方がいいですし、いやネタバレ聞いてから見るかどうか決めたいという方は、この動画を見ていただければいいんじゃないかなと思います。 でえー、ま,あまずはすごいのはですね、この竜とそばかすの姫、2021年に公開された映画で、えー、私もわざわざ映画館に行って見,見に行こうと思ったんですけど、あまりにも見に行った人のレビューが低くてですね、いや、なんかこれだったらわざわざ金かけていく必要ないな、どうせアマゾンプライムとかで見れるだろうと思ったら、もうなんと1年したらアマゾンプライムで見れるということで、もはやわざわざ映画館に行って当たるかも外れるかもわからない映画を、 1800円もかけて見に行く必要はないなということで、Amazon プライムでただで見れます、最新の映画見なくても1年ぐらい経てば、今はもう最新の映画が簡単に見れますから、えー、まあこれ、まず素晴らしいなというところですね。で、えー、この竜とそばかすの姫ですけれども、テーマと音楽、本当に素晴らしいんですね。特にね、テーマは素晴らしい、本当にあのこれからの未来を予測したような素晴らしいテーマ。 にもかかわらず、設定やストーリーがもういろいろ残念すぎて、その度に引っかかっちゃう。素晴らしいテーマなのに邪魔なものが多すぎる。なんでこんなくだらない、いらない設定したのみたいなのが多いのが非常に残念だなというところですね。 えーでまあ、まず、この何が素晴らしいのかというとですね、この冴えない現実もメタバースで活躍すればいいじゃないかという、もうこれからのまるでまあ未来予想のようなテーマですね。えー、要はですね、まあ、あのこれからメタバース流行ってくると思うんですけれども、まあ、要はバーチャルな世界ですね。まあ、この映画ではアプリを登録すると、まあ、要はアバターみたいな。 自分とは違ったアバター。まあ自分を投影したようなアバターでなんか活躍できるみたいなね、感じになるわけですよ。歌手になりたいけどなれないみたいな冴えない女子高生がその、えー、アプリを入れてバーチャルな世界になると超歌姫として活躍できるみたいな。 ことなわけですよね。まあ、そういうような現実ってこれから起きる可能性ありますよねと。でも結局、メタバースで活躍したところで、現実の投影と投比でしょってことですよね。まあ結局、メタバースもメタバースで、それは現実の延長線上に過ぎないわけで、それからまあ、ね、その、 バーチャルな空間でいくら活躍しようが現実の社会で活躍できなければあんまり意味がないわけじゃないですか。だからそれ単なる逃避じゃないっていうこともあるわけで、えー、まああのこれからですね、もてはやされるメタバース、まあ、バーチャルな世界。 でそこでなんか自分とは違う、まあ、自分とは似たようなアバターが、がその中で活躍したり、ポジションを持ったところで、それは現実の所詮は投影に過ぎないわけだし、それは現実逃避じゃな,ないんじゃないのと、結局は現実が大事ですよねと、現実も大事で、そのバーチャルの世界も大事ですっていうことで、バーチャルだけがす素晴らしい世界ではないっていうことを、まあ、非常にね、鋭いメッセージということで、まあ、これからメタバースが 流行っていく中で非常にね素晴らしいテーマなんじゃないかなと思うんですけれども残念なところが多すぎるということで残念な設定4つもこの設定全部なくしてくれれば超素晴らしい映画なのにというまず残念な設定1なんですけれども主人公のお母さんがですね 他人の子供を助けるために濁流の中、川に入っちゃって溺れて死んじゃうんですね。で、しかもその主人公の、まあ主人公がちっちゃい時にそのお母さんが助けに行くことして、お母さん行かないでっていうのに行っちゃうんですよ。で、死んじゃうんですよ。この設定いらなくないかと。全然この別のベタバースとかバーチャルリアリティでの活躍という話と何も関係ないわけで、 この設定すごい邪魔なんですよ。とか不自然じゃないですかね。その、あんな濁流でお母さん入っていくとか、えー、それから子供が行かないでっていうのを振り払っていきますかとか、ね、なんか。 この設定で、この主人公がこじらせてるっていうことと別に歌が歌えない、う上手歌はうまい,いんだけど歌えないとか、そういうこととはなんかリンクしてないから、これいらないんじゃないかな。こんな不自然な設定いらないですよねって話です。それから残念な設定の2番目が、その主人公とお父さんがなぜか全然会話をしないと。 そのままお母さんがかわいそうな死に方をしてしまったと、にもかかわらずなんかお父さんと全然会話がないみたいな体で進んでいって、で、なんか最後に和解するみたいなのも、なんかそれも不自然じゃないから、お母さんがそういう死に方をして、なんでお父さんと会話しないんだとか、で、なんかそこの、 だからそこをテーマにするんだったら、バーチャルリアリティとかいらないわけですよ、そのメタバースとかね。いやな、なんか全然そこに説得力もないし、無理やりこじつけた感じだし、で、なんか急に和解しちゃうみたいなのもおかしいし、なんか不自然。だから、これもいらないですよね、と。別に、お父さんとかお母さんとか関係なく、ただ普通の女子高生が歌を歌いたいんだけど、歌をうまく歌えない。でも本当は、ね、歌手になりたいみたいな、それだけで別にいいのになんか無理やりこの親子問題を、 こじつけのようにして、これ本当邪魔、邪魔、いらない、本当映画を台無しにしている設定ですね、えー。それからですね、これ3本目が一緒になってるから、えー、ごめんなさいね、えー、それからまあこれ4となってます、3ですけれども、えー、この女子高生がですね、まあ要はバーチャルの世界では歌姫になるわけですけれども、そこでなんか、 なんか狼とかした人を助けに行くんですけどもなんかですねそれがいきなり突然高知から一人女子高生が東京に行くんですよでそのいじめられているおあの親から暴力を振るわれている子ども全く会ったこともない子どもを救い出すために女子高生が一人で行ってでだって 男の子二人が暴力を振るわれているすごい暴力親なのにも関わらず、その見ず知らずの女子高生が一人で行って、そこで助けちゃうっておかしくないですかっていう。いやー、不自然すぎますよね。なんか、なんか一発殴られてこっから血が出て、なんかだけどなんか暴力夫かなんか逃げ出すみたいなすっごい不自然な設定になって、なんでそんなにいらぬことするのという。 本当にね、意味不明なんですよね。まあ、こういうの本当にいらないですって感じです、えー。ということで、素晴らしいテーマなのに不自然な設定やいらない設定が多すぎです。なんか変に親子関係とか盛り込みすぎなんですよ。単にバーチャル、バーチャルとリアルの中でどっちがどっちなんだ。 現実逃避なのか、現実投影なのか、えーね、現実も大事だよねっていう、ただそれだけにすればいいのに、いらの小屋の設定とか、不自然な設定を混ぜるために、なんかいちいち引っかかってしまうという、ですね、えー、不要な設定をカットすれば最高の作品になりますということで、こういうところを気にしなくて目をつぶれば素晴らしい作品だと思います。あと、音楽がね本当に不思議な音楽で素晴らしいなと思うので、えー、Amazon プライムでタダで見れますので、えー、興味のある方はぜひご覧いただければなと思います。 ます